ゆるしくお願いします。だけどあの兵庫県出身なんですよ。あ、そうなんですか。1年半しか広島いないんです。広島来てから、船の免許取って、乗って感動して入って船の免許取って、僕もやってるっていう。すごいですね。来ました、チーズナン。これが噂のチーズナン。どうぞ、はい、そしてこれがニカラの、ニカラのジビエカレー。ジビエカレー、野生の鹿肉を使ったカレーで、ブランドジビエのスパイ肉っていう。どうぞ。カボリンのバリタオル。あ、いいね。いただきまーす。あ、誕生日プレゼント。やば、僕も。熱。やっぱこれは。チーズたっぷり。わあ、めっちゃ伸びた。いただきます。おお、柔らかい。そうなのよ、すべがいいから、全くさまもないから、おいしい。麦も余裕だね。ね。気持ちいいね。気持ちいい、本当に。夏が近づくと。平和公園の風景変わるんよ。あ、本当に。鳥も濃くなるし。8月6日が近づくともうちょっと思いを持った人だ。なんか広島人的にも。竜宮城へ行きます。
真っ平らね。見て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 、カメさん、カメさん麦見て、呼んで麦、カメ何だこれみたいな、何カメさんだよ突災してる怖いの、何もしてないよカメさんめっちゃ後ずさい、逃げた逃げた逃げた、何もしてないよ、あ、なんか遠目から、遠目から見てる、遠目から、それうんちだってこれ取りうんち、あ、近づいてきた近づいてきた、あ、やっぱ逃げた麦見て見て見て、カメは出てこないな、ね、いや危険を感じてるんでしょ気になるみたい気にはなるけど怖いみたいなねえ、もういいの、おいでよ、嫌なんだ嫌な、嫌もしてないのに、めっちゃ怖がる、亀でなんで怖がるかな、麦、行ってみ、ほら、行ってみ、行ってみ、そう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 、ちょこ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 、なんもしたいよ、やっぱり言えるんかい、さよなら、うん、あーそう、それはいいね、見たいね、それは、Thank you.
江戸時代の風景がそっくり残っているのがこの橋から向こう側、駅に向けてが江戸時代の風景そのものと言われています。この橋は吊り橋で、明治22年に建てられた戦争用の橋です。だから皇帝橋、未だに地元の女子高校生たちの通学路です。橋の名前の円光とは、広島地方で猿に似たカッパのような想像上の怪物のこと。カッパカッパって言うけど、うん、なんか猿っぽいから猿の絵もある。扉を開けて上上がるとお屋敷の中にはおしゃれだな。おしゃれ。これが土木うさぎ。私あのお蕎麦屋さんが一番好きなんよ。うまい。あそこうまい。おいしいおいしい。行こうよ。大好きだよ。行こう。力いっぱい好きだよ。行こう。もう一軒、もう一軒行ってほしい店があるんだね。今日お休みしてんだけど。私のボランティア。
ゃん。いい、おいで。あそこ気をつけて。ありがとうございました。ありがとう。